映画パパは悪者チャンピオン公開舞台挨拶の開幕です。シュート田中志郎さん、心くんと手をつないで入場です。木村志郎さん、寺田心くん、舞台かありがとうございました。高橋優さん、そしてメガホンを取られました藤村恭平監督です。改めて大きな拍手お願いします。まずは大村隆史を演じました主演棚橋弘樹さん、お願いします。はい、改めまして新日本プロレス100年に一人で行きたい棚橋弘樹です。噛んでない、大丈夫。続きまして大村詩織を演じました木村佳乃さん、お願いします。はい、ちょうど去年撮影してたんですけれども、私も本当にこのパパオルが大好きで、今日という日を皆様と一緒に過ごせて大変幸せです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして大村翔太を演じた寺田心さん、お願いします。はい、初めましてのお方、何度かお会いしたことのある皆さん、こんにちは、寺田心です。今日皆さんにお会いできるのを楽しみにしてきました。よろしくお願いいたします。素晴らしい。今の挨拶を見て田中さん、どうですか？100点ですね。ありがとう。ちゃんと教えてもらえておけばよかったですね。ありがとうございます。続きまして主題歌ありがとうを担当された高橋優さん、お願いします。はい、初めましてのお方、何度かお会いしたことがある皆さん。乗っかってますよ、乗っかってます。ありがとうございます。高橋優と申します。僕も主題歌という立ち位置ではありますけれども、この映画におよそ1年前からずっと携わらせていただいて、無事に今日という日を迎えることができて、すごく嬉しく思ってます。今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして本作のメガホンを取られました藤村恭平監督、お願いします。はい、ありがとうございます。この映画を撮影したのが、去年の、ちょうど今頃でですね、本当に、1年経ってこうやって、皆様にご覧いただけるっていうことが、本当に、嬉しく思っています。今日は、満員ですごく、感無量です。本当に、皆様ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕、監督に聞いてみたかったんですけど、はい、その初めて会ってから500日近くじゃないですか。これ会った時に棚橋でいけるのかどうかみたいな判断はもうちょっと気になったんですよね。初めに、お会いした時はもう棚橋さんとこの映画のためにもう心中じゃないですね、例えばなんかちょっと重いですけど、一生懸命一蓮托生でやるっていうのは本当に決めてて、で初めちょっと、どんな方かが分からなくてちょっといろいろ不安だったんですけども、本当に、お会いして、何ですかね、覚悟っていうのを僕はすごく感じてたんですね、はい、田無さんので、そのなんか強さとか、僕も初めてでしたけど、棚橋さんも初主演で、きっと相当プレッシャーがあったと思っていて、そこにこう立ち向かうっていう意思はすごく僕は感じて、できっとこの映画にもそれが反映されていると思ってます。ありがとうございます。木村さんから見て座長はどんな座長だったんですか？こう見えて棚橋さんはもう体も大きくて ものすごく強そうじゃないですか。でもとっても可愛らしい一面もあって、可愛らしい、はい、差し入れにスイーツが来ると我先にとスイーツすごい、こう、はいはい、甘いものを嬉しそうに見てなんか写真撮ったりして、はい、女子力が高いこんな強そうなこの方がそうやってこうもうカメラも小さく見えるんですよ、棚橋さんが持つと、はいはいはい、であんまり食べたら太っちゃうなってそういうことも気にしながら撮影が終わったら今日はトレーニングだなんておっしゃりながら、そういう姿を可愛いなと思って、ちょっと同い年なので、あ、そうですか、はい、すごく可愛いなと思って見て、撮影の開始と終わりで体型が変わっちゃいけないんでね。絵が繋がらなくなるということで、結構10時、例えば22時とかに撮影が終わっても、はい、その後トレーニングに行かれたりなさってましたよね、はい、座長としていろいろ気遣ったことありました、玉井さんね、心くんとか木村さんとかこう演技ですごいサポートをしていただいたので、僕はとにかくその撮影の現場のスタッフさんとか
参加していただいているエキストラの皆さんとかにお声掛けして、こういい雰囲気で撮影が進んでいくようにっていうのは心がけてましたね。毎日が思い出でした。なんか改めてお芝居のことを考えることも、田内さんとのリハーサルのことも、初めて観戦したプロレスのことも、あとそして、あの本当にプロレスが大好きなプロレスファンの方とお話しすることも、僕にとってワクワクがいっぱいでした。本当に撮影が早く、撮影楽しみだなってずっと思ってました。癒されますね、なんかそう現場の雰囲気分かりますね、なんかね、はい、そして高橋さん、今回ありがとうという歌を作られたわけですが、はい、内容のこういろんな受け取り方ができる映画だなと思って、僕何度も拝見させてもらって、その都度発見があって大好きな映画になったんですけど、まあプロレスのシーンを見てると、やっぱすごくかっこいい男の人とか、ちょっとこう孤独を感じる男の背中みたいな、そっちの方の楽曲でもいいかなっていうふうに考えたんですけど、今のこの現場のムードが少しずつ伝わってくるというか、やっぱ人柄だったり、なんかあったかさみたいなものが、あったかさみたいなものも伝わってくる映画だなと思ったので、音楽はそっちの方で作っていこうかなっていうふうになりましたね。なるほど、そして出来上がった映画の中で、高橋さん、このシーンは特に好きだなんてシーンあったりします？高橋さん、この辺シーンな、そうですね、個人的にすごく好きなのは、やっぱココロ君が、うん、お父さんのお仕事を自分なりに理解した後で、卑怯だぞゴキブリマスクって叫ぶシーンですかね、はい、あのシーンでも泣いちゃいました。はい、はい、G1 クライマックスっていう大会が終わって、優勝しました、ありがとうございます。よし、おめでとうございます。おめでとうございます。が終わって、その次のシリーズが始まるまでの間が新日本プロレスで一番長い休みなんですね。はい、そこで、100個やりました。はい、もうほとんど休みない、休みが1日だけありましたねそうですか、はいはい、そこまでやっぱりこう自分をこう駆り立てたというかね、熱を持ってできたのはなんでだったんですかね。これはこう情報の伝わりにくさっていうのはやっぱりこうプロレスのねプロモーションを通じてすごく感じてて、こう繰り返しやっぱりこう情報を発信していかないと、なかなか映画があるんですっていうのが分かってもらえなくて、はい、なのでこうウェブにしても地上波にしても、雑誌新聞の方にしても、こういろんな角度から皆さんに少しでも届くようにっていう思いでやりました。はい、そしてやっぱりそれは座長であるってことのプレッシャーも感じながらではあったんじゃないですか。すごいプレッシャーでしたね。1ミリも見せませんでしたけど、ちょっとこぼれてましたけどやっぱそれは主演であり、はい、いやまさか本当にこういう舞台に立てるとは思ってなかったので、はい、感謝します。背景、棚橋博様、このような手紙を書くなんてなんかとても恥ずかしいです。でも面と向かうより正直に話せるかもしれません。あなたと出会ってまだ1年半しか経っていないのに、あなたとは古い戦友のような気持ちでいます。初対面の日、棚橋さんの僕は映画の新人なので遠慮なく何でも言ってくださいといった目の輝きを見て決意しました。この人を男にしようと心底思いました。プロレスラーが映画の主演をするのは珍しいことです。プロレスはできるけど芝居はねとか、台本のね監督と一緒の読み合わせから塩崎さんはずっとついて、でそのアドバイスをいいとこでねポーンとくれるんですよ。でそれを家に持って帰ってまた繰り返し練習して、また次のね監督とかと会うときにすごい活かせたので僕も本当に感謝します、うん、はい、ちょっとそれ見せてもらって、あ、我らのエース田中博史と書いてあります。はい、頑張りました
張ったな。頑張りました。皆さん本当に映画をね、見に来ていただいてありがとうございます。そしてこれからね、宣伝も頑張っていきますし、皆さんのお力で一つね、友達に、ご両親に、ご家族に、そしてね親戚にどんどん広めていって、パパアルね面白いよと広めていただけたらすごく嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。